然がまだまだ残されている世田谷区。秋の一日、そんな世田谷の自然にたっぷりと触れてもらおうという催しが9月の18日に行われました。世田谷耕せウォーク&イートです。二子玉川にある兵庫島河川公園には、朝から続々と集まった参加者がおよそ150名ほど。この世田谷耕せウォーク&イートは昨年に続いて2度目の開催です。この兵庫島から出発し、世田谷の水と緑を訪ねて歩き、お腹もいっぱいにしてしまおうというウォークラリー。ラリーといってもタイムの速さを競うものではありません。途中クイズやゲームを楽しみながら、ワイワイガヤガヤ、のんびりと自然に親しむのが目的なのです。街中歩くのが好きなので、ぜひ今回参加させていただいて見てみたいなと思いました。区のお知らせで見てたら、ちょっと家族で参加できるものがあったんで、世田谷発見です。この間ね、大山堂を参加したんですね。それで面白かったんで、一応今度子供も一緒に来るっつったもんですから歩いてみようかと。まあ迷子にならないように頑張りたいと思いますけど。世田谷というのは、昔から非常に自然が豊富で、緑が多かったんですけども、だんだん緑とかそういう自然なくなってきました。そういうのを守っていかなきゃいけないっていうのを、僕らの方ではものすごく考えてるわけなんですけども、じゃあまず世田谷の自然とかそういうとてもいいものがありますんでね、そういうものを見てもらうと、で見ていただいて一番感じていただくと、そういったことから、そういった緑を守ろうという運動に参加していっていただきたいなと思ってるわけですね。世田谷の自然の、ファンになっていただくということですね。で最終的には皆さんでファンクラブでも作ってくれればいいなっていうのがね、そういうのは狙いなんですけどね。今日のコースはここ兵庫島から国分寺外線と呼ばれる一帯を歩き、建設中の時代湯堀公園認可園まで全長6キロ。その世田谷区西南部を走る国分寺外線とは、昔多摩川の流れで削られてできた崖のことで、植物、生物、遺跡、そして湧き水が豊富なことで知られています。斜面であるため人の手に触れられずにいた一帯も、最近はやはり開発が進み、その貴重な自然も残り少なくなってきました。今日はそんな自然を訪ねて歩こうというものです。はい、それでは皆さん、スタートしてください。はい、どうぞ。はい、車に気をつけてください。参加者は6組に分かれ、5分おきにスタートします。最初のチェックポイントは多摩川3丁目の花水木の小道。ここではクロスワードパズルが出題されます。まずは頭の体操というわけです。この先、花水木の小道を過ぎたあたりから国分寺外線が見えてきます。今回ラリーに参加している自然観察会の富田先生にお話を聞いてみましょう。この国分寺外線っていうのは、ちょうど立川の砂川あたりから、実はちょうどこの双子のあたりまで約20キロにわたる、高さ20メーター前後の、崖なわけですけれども、結局今23区こういう都市でですね、残ってる、唯一のグリーンベルトとでも言いましょうか、今では23区ではほとんど見られないような植物が非常に多いです。例えばこの岡本地区ではマヤランというですね、これ相模ランとも言います、非常に貴重なランが見つかっておりますし、あとは、金ランとか銀ランですね、それから非常に珍しいところではイカリソウというですね、イカリの形をした花が春に咲きます。または采配ランとかですね、主にランの仲間、もう東京では23区でほとんど見られないようなランの仲間が非常に多いですね。そんな国分寺外線には湧き水も多いため、遺跡なども多く発掘されています。さてラリーの方は畑で芋掘りに挑戦します。じゃあこれでもいいの？すごいじゃあ抜いてみたら。
どうですか？撮れました。それで今晩の三日分照明しようと思ったから撮ってこれ撮ってやってください。これ待ってるけどこんな太いのあります。世田谷の芋の太いの今日はえこの芋でこれでね今晩のね酒の魚にするもうちょっとうわどうですか？すごい大収穫岡本公園では丸太切りに挑戦。大人も子供も一人一本ずつ切ります。おすごい。さて次はこの岡本公園のすぐお隣岡本聖火堂の開放樹林へと向かいます。岡本聖火堂は世田谷の特別保護区にも指定されていて特にこの開放樹林は自然がそのままに残された森です。こういったあの藪の中ですけれども、まあ、あの昔から全くこう手入れをしていないとですね森は手入れをしないとどうなるかというのがまさにこの状態なわけですね。あの昔は農家の方々があの薪を取るためにですね森を切って、まあ、雑木林をまあ、維持していたんですけど最近薪を切ることがなくなったもんですからあのこのように下草がどんどん生えてきまして、まあ、あの冬になってもこれと全く同じようなつまり葉の落ちないですね、常緑樹というんですけども葉の落ちないこういう、まあ、森に変わっていくわけですね。ですから皆さんがよくご存知の、雑木林とはちょっとイメージが違うんではないかと思うんですけども。ファミリーパークまでやってきました。ネイチャーゲームの説明です。ここでは皆さんネイチャーゲームというものに挑戦します。ネイチャーゲームちょっと聞き慣れない言葉です。もちろん今回参加の皆さんも初めての人ばかり。一本のロープをどんなゲームなのか指導に当たったナチュラリスト環境教育センターの方にお話を伺ってみました。ネイチャーゲームはですね、アメリカで最初発表されたんですがあの最初のタイトルがシェアリングネイチャーウィズチルドレンといってこれそのまま訳すとですね子どもたちと自然を分かち合おうっていうそういうプログラムなんです。いわゆる自然を学ぶとかですね、自然についての知識を勉強するということではなくてまず自然というものをその感じてみようという自分の感覚としてよく五感と言いますけども、五感だけじゃなくてもっとこう雰囲気みたいなものもありますよね。でそういういろんな自然からのメッセージを受け取ろうというふうによく言ってるんですけれども勉強することにもまず感じよう体験しようということを重視しています。さて再び出発です。地図を片手に行くウォークラリーこんなこともよくあることです。今こうアスレチックやったとこはどこだ、はい、ここかな。今度こっち行くでしょ。そこだそこからこっち行くの、うん、向こうか次のチェックポイントは大倉三丁目大倉団地の中にある湧水湧き水です。
これがあの世田谷の中でも、まあ、新芽の森と同じくらい、またはまあこれが一番今あの聞きましても水が多く出てるというところなんですけれども、ちょうどこの武蔵野台といいまして、この上に降った雨の水がちょうどここから湧いてくるわけですけれども、湧き水にはいろいろな動物も集まってきますし、またあの、そういう湿地を好むような貴重な植物も非常に多いわけですね。これはあの石章というやつですけれども、これの仲間が勝負なんですね。ですのでちょっとこう匂い嗅いでいただくと分かるんですけど、非常にこう、強いあの方向があります、匂いがありますね。まあ、あのこういったあの石章なんかはここでは非常にこう特筆すべき植物の一つだろうと思いますね。かつては国分寺外線にたくさんあった湧き水も本当に少なくなってきました。さて、いよいよゴール、時代湯堀公園認可園です。皆さんほっと一息。はい、お疲れ様。こちらでは世田谷の野菜で作ったけんちん汁やふかし芋、世田谷の湧き水で入れたお茶などが用意されていました。美味しいです、とってもさっきいただいたけんちん汁といい、お芋といい、最高です。歩いた分痩せようかなと思ったけど、食べてまた太るんじゃないですか。今ごちそういっぱいになったし、世田谷にねこんな緑がいっぱいあるって知らなかったんです。だからもういい空気をね十分吸ったつもりです美味しかったです。空気が23区という本当にこう都会の中で、こんだけ豊かなあの緑が残っている国分寺外線っていう場所は、まあ、あのレジャー、まあ、その他あの学術的にもですね、非常に私たちにとってみれば貴重な、これからも残して見守っていかなきゃいけない、大事な場所ではないかなと思っておりますけど、ね、水と緑に恵まれた世田谷区、そして国分寺外線、その緑をみんなの手で守っていこうという動きもあるようです。その一つのきっかけになればという一日でした。